レオン・ジョセリー、ラモン・カザス、トゥールーズにある、ラ・デペッシュ・デュ・ミディと呼ばれる建物レオン・ジョセリーは、フランスの都市計画家、建築家、トゥールーズ出身。1895年にエコール・デ・ボザール入学。1903年、公共広場の課題で、ローマ賞。同年に、バルセロナ市の都市計画設計競技で優勝。イタリア留学時には、紀元後79年ナポリ近郊の、 ベスビオ火山噴火で埋没したポンペイ遺跡の発掘に関わり、市街地復元図政策を担当する。1911年、アンリ・プロスト、アルフレッド・アガッシュ、エルネスト・エブラ・アルラとフランス都市計画協会を共同設立し、その後は会長職を長く務めた。1919年に共同プロジェクトによるパリ市街地事業計画国際協議案で一等受賞。 その他都市計画プロジェクトは、出身地のトゥールーズをはじめカルカソンヌ、ビッテル、ポー、タルブなどでの計画に参加。1928年に開催されたトルコ市と建設設計協議では、ヘルマンヤンセンに次いで自粛。1923年以降は、国際展などプランナーとしても活躍し、建築作品もいくつか残していく。ありがとうございます。